マートル・ワイコフ・アベニュース駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線と BMT マートル・アベニュー線の乗り換え駅で、L 系統及び M 系統が終日停車する。マートル・アベニューとワイコフ・アベニューの交差点付近にあり、ゲイツ・アベニューからエルダート・ストリートの間の、ワイコフ・アベニューが、ブルックリンクとクイーンズ区の草界にあたるため、ブルックリンク、ブッシュウィックとクイーンズ区。 リジウッドにまたがる形になっている。高架上のマートルアベニューセンと地下のカナーシーは階段や数台のエスカレーター及びエレベーターで結ばれている。2004年初から5100万ドルを投じて、構成構造部材の修繕や大幅な拡張を伴う改築工事が行われ、受け負ったジャドロコントラクティングが2008年5月に完工した。2007年4月19日には、 マートルアベニュー、ゲイツアベニュー、ワイコフアベニューに囲まれた三角地に拡張された新築駅舎が完成して正式に開業した。照明設備の更新や階段の掛け替え、内装や通信システムの更新が行われた。2007年秋には三台のエレベーターが稼働し、障害を持つアメリカ人法への対応を果たした。駅舎前面にはガラス張りの円形広間が設けられた。 当駅には多くのバス路線が乗り入れていたことから、または2010年8月20日にリッチウッドインターモーダルターミナルを開設した。パルメットストリートはバスや地下鉄各線及び乗り換え利用者の利便性やアクセシビリティの向上を図り、ニューヨーク市バス B26、B52、B54、Q55、Q58 の各系統が並んで停車できるようにするため、 バス以外の車両は進入禁止になった。一方で、BMT マートラベニュー線や BMT カナーシー線、さらに B13 系統以外のバス系統は、当駅終点ではないことは、注目に値する。2008年には、ダトナーアーキテクツが、パーソンズ・ブリンカーホフと新駅舎設計の JV を、組んだ。新駅舎は2つの地下鉄駅と隣接する。 バス乗り場を結ぶ連絡口となり、ADA 準拠のエレベーターが3台設置された。これは、またの環境対応デザインプログラムのパイロットプロジェクトであった。駅舎の天井は、またアートフォートランジットプログラムの一環で、ケーデンス、ディールスバッハが制作した、フロムアースツースカイというモザイク作品で覆われている。中央線の後、BMT マートルアベニューセンマートル。 ワイコフアベニュース駅は1889年12月19日に開業した島式ホーム1面2線の高架駅である。カナーシー線と異なり、駅全体がブルックリンク内に収まっている。開業当時のマートルアベニュー線は、現在の駅の東にあるカーブを過ぎたところにあった旧ワイコフアベニュー駅が終点だった。 その後1906年にメトロポリタンアベニュー駅までの区間が地上線として延伸されたが、1910年代のデュアルコントラクト時代に現在の公開機に改築された。1914年7月29日にブロードウェイ、マートルアベニュー駅まで既存の線路の間に急行線が新設されるのに、合わせて島式ホーム2面2線に改築された。 1914年に参戦対応にするために改築された時点では BMT カナーシー線はモントローズアベニュー駅、ブロードウェイジアイクション駅間の高架線として計画されていた。急行線にはワイコフアベニュー駅の東でカナーシー線と接続し、運行系統を新設する期待が込められていた。 高架のカラーシーセントの接続に備えて、信号扱い所が当駅の東に設けられていた。結局、この信号扱い所に閉塞機器が設けられることはなく、オフィスとして使用された。1946までに急行線は撤去され、2本のホームは階段の近くに木製の通路を設けてつなげられた。この通路は後にコンクリート製に改められ、 急行線の路盤を残したまま、手すりが設けられた。2000年代に、駅の改築が行われ、かつて各、ホームごとに設けられていた二人幅の階段二本は一人幅の階段一本に取り替えられた。列車位置表示板のモニター画面、カナーシー線内の列車の走行位置が表示されている。BMT カナーシー線マートル、ワイコフアベニュース駅は、 島式ホーム一面二線の地下駅で1928年7月14日に開業した。壁面にはモザイクの帯が目の高さに設けられており、レンガ色、黄色、タン、ライトブルーの帯が藍色とマルーンで区切られている。他のカナーシー線の島式ホーム駅とは異なり、壁面にガーダーは見当たらず、天井も低くなっている。当駅から、 ウィルソンアベニューまでの区間の大部分で、カナーシー方面側は、ブルックリンク、マンハッタン方面側は、クイーンズ区である。駅の南に引き上、え、留置線として使われる3本目の線路があり、当駅止めの列車の折り返しにも使われている。2010年8月20日に、駅隣接地に450万ドルを投じて整備された、リジウッドインターモーダルターミナルが開業した。 パルメットストリートに面しており、北はセントニコラスアベニューから南はマートルアベニュー、ワイコフアベニュー交差点に広がっている。パルメットストリートはニューヨーク市バスと配送の車以外は通行止めになっている。リジウッドインターモーダルターミナルにより、パルメットストリートのワイコフアベニュー、セントニコラスアベニュー間の車道や歩道は作り直された。コンクリート製のバス乗降場が パルメットストリートの車道両側に一ブロックにわたって設けられ、パルメットストリートの歩道には利用者を雨から守るためマートルアベニュー線の高架から吊り上げが設けられた。歩道にはバス待ちの利用者の快適性向上のためベンチと新しい照明が設けられ、バス停のサイネージも新しくなり、カナーシー線と連動したバス待ち合わせ等や発車案内係の詰め所も新設された。 ニューヨーク市バスの6路線がこのターミナルから発着しており、バスと地下鉄が簡単に乗り換えられるようになっている。ありがとうございます。